皆さん、こんにちは。宝塚史上ナンバーワンと呼び声高い天海祐希さん、宝塚でトップスターとなり、退団後から現在まで名女優として存在感、演技力を遺憾なく発揮し、いくつもの名作に出演しています。そんな天海さんは宝塚時代を表舞台で語ることは少ないのです。それには当時の苦悩、宝塚への嫌悪感を抱いており、先輩である有名女優でさえ嫌いだと断言しているようなんです。今回は天海祐希さんの宝塚時代の苦悩や、嫌いだと断言する人物、その理由について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。100年以上の歴史を持つ宝塚歌劇団からは、これまで数多くの名優が巣立っていますが、最近では有明さんの事件以降、長年隠蔽してきた闇が表にあふれ出てきています。そんな宝塚でもひときわ輝きを放っているのが天海祐希さん。しかし宝塚でスターダムを駆け上った天海さんもまた、在籍中は様々な悪意と対峙していたようです。現在は映画やドラマを中心に幅広い活動を続けている天海さん。2021年に公開された主演映画老後の資金がありませんの前田哲監督は天海さんについて、天海さんは若いスタッフや女子たちにはとても優しい方です、でも監督の僕やプロデューサーには厳しい、作品をより良くするためにこうするのはどうですかと自ら意見も出してくれますね。度量も大きい人です。アツコが義母に宝塚は無理よと言われるシーンがありますが、全然 OK という感じで堂々と演じてくれました。潔くてかっこいいという言葉がぴったりですと語っています。そんな天海さんの姿勢は宝ジェンヌ時代も変わっておらず、1985年首席で宝塚音楽学校に入学し、2年後の87年宝塚歌劇団に入団。天海さんの13年先輩で元月組トップスターの剣美由紀さんは、ゆりちゃんは初めて見た時からトップスターになるきらめきを持っていると思いました。身長も高く顔も小さい、そして人に愛されるお茶目さも併せ持っていましたと振り返っています。阪急電鉄と JR 福知山線が乗り入れる宝塚駅から大劇場へと続く遊歩道は通称花の道と呼ばれ、その遊歩道が公演がある日に多くの宝塚ファンでごった返す背景には、宝塚独特の習慣があります。楽屋入りする男役トップスターを熱心なファンたちがお見送りする入り待ちがあり、公演ごとにジャンパーやスカーフ、小物などを揃えて統制の取れた動きで行ってらっしゃいと声をかけます。トップスターは立ち止まって笑顔で応えるのが恒例行事。公演中の入り待ちは開演時間の2から3時間前なので、周辺には何時間も前から人が集まります。そうした独特な慣習が伝統として受け継がれ、もちろん宝ジェンヌたちもそれを理解しています。だからこそステージを降りた後でも宝ジェンヌとしての品格を重んじる暗黙のルール、スミレコードが重視されてきたのでしょう。かつてそうした習わしに大なたを振るったのが天海さんでした。天海さんは楽屋入りの際、決まって帽子を目深にかぶり、大股でファンの間をすり抜けていたそう。ファンからの歓声にも応えなかったため、ファンからはあまりにも不愛想でサービス精神がないと言われたこともありました。でもそれは劇場を離れれば一人の人間という天海さんなりの考えがあったからなんです。普段からトレーナーや T シャツにジーンズというシンプルな服装を好み、すっぴんで自然体を通していたのも天海さんくらいです。宝塚の最高傑作と言われ、数々のステージの中央でスポットライトを浴びてきた天海さん。その一方で時に異端児とされ、いじめの標的になったこともありました。しかし天海さん自身は公の場で宝塚時代のことをあまり語っていません。
天海さんは過去の苦労話をすることをあまり好まないんです。大変だったことや納得がいかなかったことでも自分の中で整理がついていればわざわざ話さなくていいという考え方なのでしょう。苦しい記憶であっても今となっては自分を形作る思い出の一つだという思い、それだけ宝塚時代を大事にしているのでしょう。だから軽々に話したくないという気持ちが強いんだと思います。上下関係が異様に厳しい宝塚で生き抜くのは簡単ではありません。天海さんは入団1年目の頃いじめの被害に遭い、著書明日吹く風のためにもっと遠くへで健一の頃だが誤解からある噂をばらまいた。張本人にされてしまったのだ。私がしたとされることは一種の掟破りだった。それからほぼ1週間くらい嫌な毎日だったと明かしています。他にも新人公演の主役を金で買った、5年でトップスターにするという密約がある、受験もなしでスカウトされたなどありもしない噂を流されたり、公演で身につける衣装がなくなったこともあったそうです。それでも100年に一人の逸材と呼ばれた天海さんは93年8月入団7年目にして月組の男役トップスターに就任。トップになれるのは入団10年目以降と言われていますが、異例の速さでの就任を果たします。しかし翌94年のインタビューでは明確に宝塚への嫌悪感を示すようになります。原因は宝ジェンヌを苦しめてきた苛烈な労働環境。天海さんは休ませてくれないんです。だからみんなだんだん痩せていくんです。みんなですよ、かわいそうと嘆いており、年齢や本名から賃金までファンの夢を壊すことは一切オフレコというスミレコードがある中で、天海さんは雑誌の記者に書いてください、周りは止めたけど天海がいいって言ったって誰かが言わなきゃいけないんですと訴えていました。劇団幹部らに立てつくことも厭わなかった天海さん、実は宝塚の機関紙歌劇で当時社会問題となっていたいじめ自殺に言及したことがありました。最近いじめを苦にした自殺が多いことに心が痛んでならない、一人でも勇気づけて一緒に立ち向かってくれる人がいたらなと記されているのですが、この文章は月組の在り方を示す言葉で締めくくられており、少なくとも月組は助け合える勇気づけ合える、そんな素敵な組であり続けたいと思いますという文で終わっています。劇団関係者は空組のいじめ自殺問題への対応が問われる中、この天海さんの言葉は非常に重い。今の劇団は本当に互いに助け合える勇気づけ合える組織になっているのか、むしろメディアに情報を流出させた犯人探しを行うなど真逆にあるのが実情ですと語っており、天海さんは結局1995年12月をもって退団し、以降女王の教室をはじめ数多くの作品で主演を張ってきました。一方で宝塚とは距離を置いており、事実2014年に行われた宝塚歌劇100周年記念式典には大地真央さんや黒木ひとみさん、真矢美希さんがオージー含め総勢2000人が出席する中、天海さんの姿はありませんでした。天海さんにもかなり前から出席の打診がありましたが欠席し、この日は劇団新幹線青の乱の東京公演に出演していました。さらに7年後の21年に催されたのは花組月組100周年記念公演、ここにも真矢さんが多くの元トップスターが参加したのですが、やはり天海さんの姿はありませんでした。宝塚への嫌悪感は明らかになりましたが、一体天海さんが嫌いだと漏らしたのは誰だったのでしょう。その人物とは100周年式典にも参加した真矢美希さんです。真矢さんは81年入団なので天海さんの6年先輩になります。
ただ天海さんの中ではマヤさんは劇団の大成派という認識のようで、当然反りは合いません。対談後、マヤさんは女優としてなかなか芽が出ませんでした。一方、天海さんはすぐに映像の世界でもトップ女優になりました。マヤさんはゆりちゃんみたいになれないなどと語っていますが、天海さんはわざとらしいと冷めた目で見ているそう。ただマヤさんも天海さんへの不満を漏らしており、二人は犬猿の中でマヤさんが天海さんに関する悪口を言っていたのを何度か耳にしている関係者も多いようです。マヤさんは過去に、今は時代がパワハラやセクハラにすごく厳しくなりましたけど、でも宝塚はアスリートの世界もそうだと思いますが、ある程度の上下関係とかしきたりとか伝統とかそういうのを教え込まないと割と作れない世界なので、と宝塚の体制を擁護する発言をしています。天海さんはこの感覚が理解できず、マヤさんとの溝は深まるばかりでした。はるか30年近く前に伝説的タカラジェンヌが残した言葉は空虚に無賛し、現役タカラジェンヌの自死という悲劇を招いてしまいました。天海さんが剣をしてきた宝塚の体質、それが改善される日はいつになるのでしょうか。いかがでしたか。今回は天海祐希さんの宝塚時代の苦悩や嫌いだと断言する人物、その理由についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。